ここからは桜美林大学の大学型オープンキャンパスと連携した企画 OB、OG 紹介企画をお届けします。この企画は桜美林大学の卒業生が卒業後どのように活動をしているのか、そういうということを来場者へ知ってもらう、それを目的に大学型のオープンキャンパスにて企画されました。今回は学生が行った卒業生の方へのインタビューを VTR にまとめましたので、そちらをご覧ください。それでは VTR どうぞ。皆さんこんにちは。桜美林大学リベラルアーツ学群社会領域2年の林真由です。この企画は桜美林大学大学生が学生目線で OB、OG の方にインタビューを実施し、受験生の皆さんに大学生とはどういうことをやっているのかや、大学の学びが社会でどうやってつながっていくのかについて知っていただく企画です。またこのインタビューはオープンキャンパスの中でまとめた内容を壁に掲載されているので、そちらもぜひ確認してみてください。それでは早速インタビューに移らせていただきます。最初に名前と通っていた学群をお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、名前は増澤真由です。通っていた学群はリベラルアーツ学群です。よろしくお願いします。お願いします。リベラルアーツ学群に通っていたということなんですが、メジャーマイナーとか専攻はどんなことをやっていたんですか。はい、専攻は英語学英文学で、今はなくなってしまったんですけれども英語を学んでいました。マイナーは取っていなかったんですけど、その他に教職課程を取っていました。それじゃあ個人的な質問に行きたいと思います。はい、趣味や特技はどういったことがありますか。そうですね、趣味は音楽と読書で、音楽は楽器を演奏することが好きで、ピアノは長いことやってます。どれぐらいやっていたんですか。そうですね、どんぐらいだろう、10年以上はやっていて、多分17年とかそのぐらいやっています。いや、もうプロじゃないですか。いや、プロではないです。それでは次に大学時代についてお聞きしていきたいなと思います。サークルや部活はどんなことをされていましたか。はい、私はいわゆるサークルとか部活とかには入ってなかったんですけど、桜インターンっていう学生団体に入っていました。多分皆さんもオープンキャンパスの中でいろいろ学生に会うんじゃないかなって思うんですけれども、こういったオープンキャンパスだったり、あとは入試とか総合推薦型入試準備セミナーなど、様々なところで、高校生のサポートをするという学生団体に所属していました。今日のオープンキャンパスでもえんじ色のポロシャツを着ている学生が桜インターンというので、ぜひ皆さん話しかけてみてください。あれですよね、総合型のセミナーにたくさん参加していたということを聞いたんですけど、はい、そのセミナーって具体的にどういうことをやっていたんですか。そうですね、具体的に言うと、総合型や、推薦型で使う自己申告書の、内容をブラッシュアップしていこうっていう感じで、そこでどういうことを書けばいいのかとか、自分ってどういうことに興味があるんだろうとか、そういったことを深掘りするセミナーになってます。実は私も大学の推薦のセミナーをそこで受けて受かって受かって、ありがとうございます。ありがとうございます。ゼミは何をされていましたか。はい、ゼミは、タタラ先生という先生のもとで日英対照研究をしていました。具体的に言うと、ゼミ論では、日本語と英語でニックネームがどう違うのかっていう比較をしたり、あとは卒業論文ではアイデンティティの違いということで、自己ではないんですけれども、他人から見てこの人が日本人だなっていう判断する要素とか、この人はアメリカ人だなって思う要素っていうことについて調べていました。なんか難しそうな。そんな大したことはしてないんですけど、研究していくのがすごく楽しかったということもあって、そこまで苦ではなかったかなという印象です。メジャーが英語系とお聞きしたんですけど、メジャー以外で取っていた授業で楽しかった授業とか印象的に残っていた授業ってあったりしますか。はい、そうですね、メジャー以外というところだと、コミュニケーション学の授業がやっぱり面白かったなと思っていて、特に現代コミュニケーション理論という授業があるんですけど、
そこでまずコミュニケーションとは何かから始まって、そこでなんか日本ではどういうコミュニケーションが取られてるのかとか、じゃあ海外ではどういうコミュニケーションが取られてるのかとか、まあ、そういったところを比較しながら深めていくというところで、まあ、その授業はすごく楽しいなと思いました。なんか文化の違いが学べる授業ですね。そうですね、結構なんか国によってコミュニケーションスタイルってかなり違うので、まあ、そこを私たちは当たり前にやっていることであっても他の人からしてみたら全然当たり前じゃないっていうところで、まあ、そこの違いが知れるっていうところはすごく面白いなと思います。ありがとうございます。ゼミやメジャーが英語系だったという話を聞いたり、先ほど事前の打ち合わせで教職を取っていたということなんですけど、英語の教職課程で大変だったこととか、こうすればよかったなっていうエピソードとかはありますか？はい、そうですね、なんか教職課程全般ということで言うとやっぱり単位数が多いということで、なんか自分の取りたい他の科目の授業、例えば私は英語学の以外にコミュニケーション学とかに興味があったんですけど、そっちの授業があんまり取れなかったなっていう印象あって、そこがちょっともったいなかったなって思ってます。それ以外だと、教育実習があって、それに行ってる最中に就活があって、そこで被ってしまって日程調整が難しかったなというのはあります。教職課程が大変なのがよく分かる内容ですね。そうですね、大学時代っていうか授業空きコマがあると思うんですけど、空きコマの時間は何をされていましたか？そうですね、お昼の前後の時間であればやっぱり食堂、桜カフェがお昼の時間ってすごい混んじゃうので、まあ、その前後の空きコマでご飯を食べたり、まあ、友達と話したりとかで、まあ、それ以外の時間だと、まあ、次の授業の準備をしてたりとか、まあ、それこそ教職の授業でディスカッションとかがあったりしたので、まあ、そこの内容について友達と深めたりとか、そういうことをしていました。ありがとうございます。それでは次に、オービリン大学に決めたきっかけを教えてください。はい、オービリン大学に決めたきっかけは、まあ、いくつかあるんですけれども、最初にオービリン大学を候補に入れた理由としては、まあ、複数の教科を学べるっていうところが魅力に感じたというところがあります。でやっぱり複数の教科を学びながら専門性を深めていくって結構難しいことだと思っていて、でもなんか自分の知りたいことって絶対多角的な視点じゃないと深められないので、まあ、そこを両立できるっていうところで、まあ、メジャーマイナー制度、まあ、結局マイナー取らなかったんですけれども、まあ、それ以外の分野を学べるっていうところでオービリン大学を選びました。でそこから、まあ、なんで複数学べるっていう大学がある中でオービリン大学を選んだかっていうと、まあ、やっぱり留学の制度が充実してたりとか、さっきも言った私の学びたかったコミュニケーション学の授業がオービリン大学ってすごく豊富なので、そこを魅力に感じたところですかね。やっぱりあとは決め手となった一番最後の理由としては、オープンキャンパスに行った時にやっぱり学生の雰囲気がすごく良くて、そこに惹かれたっていうのはあります。先ほど留学の話があったと思うんですけど、実際に留学はされていましたか？はい、留学はして、アメリカのオレゴン州というところに4ヶ月語学留学をしていました。なんか楽しかったエピソードとか教えてください。はい、まあ、もう本当に毎日が楽しかったんですけどまあやっぱり授業が日本の授業と違ってすごくコミュニケーションを取りながら行われる授業っていうのが主流で、その中で話し合っていくうちになんか英語も使うし自分の考えも深められるしっていうところで相乗効果が得られたのがすごく楽しかったなと思います。あとはやっぱり世界各国の友達ができて、なんか留学っていうと現地の人としか友達になれないとか、まあ、そこはなんか思う子とか思う方が多いと思うんですけど、なんか私の場合はそこのオレゴン州に留学に来ていたロシアの子とか、あとイタリアの子とかドイツの子とか、まあ、そういった世界各国の人たちと友達になれたので、そこはすごく楽しかったなと思います。たくさんの国の方々が集まってたんですね。そうですね、世界各国から来てました休みの日とかは留学先で何かしてたんですか？そうですね、休みの日は、まあ、課題がやっぱりアメリカって多いのでそれをやったりとか、あとはまあ街に出て
なんかいろいろショッピングをしたりとか、まあ、なんかその地域の散策をしたりとか、まあ、そんなことをしてました。なんか楽しそうですね。先生は現在はどのような職業をしていらっしゃるのでしょうか。はい、現在はホテルで働いています。まだ研修中で、9月まで研修中なので、なんかこうこれをやっているっていう明確なことは言えないんですけれども、今は研修では宴会部門で働いていて、具体的には婚礼だったり、あとは企業の会議とか会食とか、そういったところでサービスをしています。ホテル業界っていうと、やっぱり自分の勝手な想像は英語がめちゃくちゃ使うんじゃないかなって思うんですけど、研修中の中で英語って使われたりしますか？そうですね、やっぱりメインは宿泊の方になるので、まあ、そっちの方が英語は使うのかなって思うんですけど、まあ、例えば宴会でも使う機会っていうのはあって、それこそクロークに立ってた時に宿泊で来られたお客様に、なんかここちょっと行きたいんだけどって聞かれたりとか、まあ、そういったことはありました。あとはそのお客様が韓国の人だったりとか、まあ、そういったケースもあるので、そこで英語だけじゃなくていろんな言語で話されてるお客様がいて、そこに合わせるっていうことはなんかしているので、まあ、結構いろんな言語を使う場ではあるなと思います。それでは今のお仕事の具体的なやりがいとかってあったりしますか、現時点で。そうですね、やりがいと言われると難しいんですけど、やっぱりサービス業なので、お客様にありがとうとか、すごく楽しかったですとか、そういう言葉をかけてもらった時っていうのは、すごくやっていてよかったなと感じます。ありがとうございます。それでは最後に受験生に一言お願いします。はい、皆さん、オープンキャンパス、見てくださっている方も、お越しいただいている方もありがとうございます。今、受験で大変だと思いますけど、受かったら、受かんなくても絶対いいことあるので皆さん最後まで諦めずに、ぜひ頑張ってください。本日はありがとうございました。それでは以上となります。本日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。今回は OB-OG 企画として、オービリン大学を卒業された方にお話を聞いていきます。それではお名前と所属されていた学群の方をお願いいたします。はい、リベラルアーツ学群に所属していた飯島香です。よろしくお願いします。お願いします。大学に在学していた時は主に何を学んでいたんですか？メジャーで心理学を専攻してました。そうなんですね。心理学ってどんなようなことを学んだりするんですか？そうですね、いろいろあるんですけど、教育心理学で、その学校のこととか、学校の子どものことだったりとか、福祉とか、犯罪、司法とか、いろんな分野の心と体について学んでます。そうなんですね。いろんな分野とつながりが持てる分野ということですかね。そうです。そうですね、ありがとうございます。では大学時代の時にゼミとか、学生団体の活動とかはどうなさっていましたか？ゼミは山口ゼミで心理学をやってました。サークルではオープンキャンパスや入試などを運営する桜インターンという団体に所属してました。その桜インターンという団体で、これはやれてよかったなみたいな出来事とかことはありましたか？高校生と一番近く関わることができるので、高校生に自分が、大学を決めた決め手だったりとか、アドバイスとかっていうのを、経験を交えてお話とか交流ができるのがすごいやりがいでした。そうなんですね。楽しかったですか？はい。なるほど、なるほど。具体的にゼミではどんな活動をされていたんですか？はい、結構自由な感じで、先生は愛着障害とか、そういう子どもが結構中心だったんですけど、セルフケアとか、いじめ問題とかいろいろやってたので、私はその中でもセルフケアについてフォーカスを当てて研究とかやってました。そうなんですね。それはもう卒業論文とかに使われた感じ？はい、実際に、卒業論文では、精油っていうアロマ、
香りとハンドマッサージのを組み合わせて、そこから、自分でセルフケアできるのかっていうのを研究してます。すごいですね。ありがとうございます。自分の経験を踏まえて進路のお話をするって言ってたんですけど、その進路を決めたきっかけについて教えていただけますか。大学は、2つあるんですけど、1つは私留学がしたかったので留学ができる大学で選びました。もう一つは心理学を学ぶか航空の方にも興味があったので、その学軍制というところで転軍ができるっていうのがあったので、それで選びました。なるほどなるほど。留学はどちらの国？イギリスに行ってました。おー、どれくらいの期間行かれてたんですか？3ヶ月で、おー、LA5 っていう中期のプログラムを利用して1年の秋に行ってました。なるほどなるほど、ありがとうございます。では現在のお仕事とか学んでいることとか教えてください。はい、現在は小学校に隣接されている学童保育クラブっていうところでお仕事をしています。今そのお仕事で今大学で学んでいたことが生きているなとか、今これが楽しいなとか、そういうことがあれば教えてください。はい、大学で心理学を学んでたので、それがすごい生きてます。人と関わり方だったりとか、聞き役に徹するっていうところをすごい学んだところがあったので、それがすごい役に立ってるのと、あとサークルで言ったその高校生との接し方とかっていうのも、まあ、年齢は違うんですけどすごい役に立っていて、うん、子どもの笑顔とかが見れるとそれはすごいやりがいだなって感じます。すごくニコニコしていて楽しいんだなって感じました。ではちょっとプライベートなことを聞いていきたいなと思うんですけど、はい、今ご趣味とか何をされているんですか？趣味は私ドラマを見るのがすごい好きなので、うん、まあ、なんかもう一日中家でドラマ見たりとか映画見たりとか。もうジャンルとかは？ジャンルは、まあ、本当にいろいろコメディだったり恋愛だったり。もう日本以外も見る感じですか？日本が多いです。日本が多いんです。そうなんですね。特技とかは何かありますか？特技、でも体を動かすことは、まあ、特技かわかんないですけどすごい好きなので、まあ、今でもたまに。おお、そうなんですね。学生時代のアルバイトについて教えてください。はい、いくつかやってたんですけど、コンビニエンスストアだったり、あとはスキー合宿の引率か、学内でのアルバイトも少しやってました。それぞれどれくらいの期間やられてたんですか？そうですね、学内は本当に4年間共にやってた感じで、コンビニは半年くらいの夏休みの期間で、コロナで自分の地元に帰ってる時があったので、その時にやってた感じで、うん、そうなんですね。ありがとうございます。在学中に特に印象に残った授業について教えてください。はい、心理学の専攻演習っていう授業があったんですけど、少人数でも8人くらいのに一人先生がついてやってくださるんですけど、まあ、心理学の実習に行くために、の基礎科目的な感じの授業だったんですけど、まあ、基本的な心理学の応用をまとめて、グループワークなども含めながらやってます。なるほど。それでは最後に受験生に一言お願いします。はい、受験生の皆さん、大変な時期だと思いますが頑張ってください。応援しています。それでは以上をもちましてインタビューの方を終わらせていただきます。ありがとうございました。バイバーイ。いかがでしたか？僕もインタビューを担当したのですが、どの方も理由を持って桜美林に入学していたり、在学中に学んだことを今の仕事やプライベートそれぞれに生かしていて、自分もそうなれたらいいな
というふうに思いました。インタビューにご協力いただいた皆様、ありがとうございました。本日お届けしたこちらのインタビューの内容をまとめたものが、桜美林大学の町田キャンパスにて掲示されています。8月の対面オープンキャンパスでも掲示予定ですので、ぜひご確認ください。